2018年3月19日5時3分、3分の1ページ、カジェロス、右、を攻める山中。第2の故郷の神戸で初防衛に成功だ。撮影、岩川真也、拡大、ダブル世界戦、18日、神戸ポートピアホ。テル、WBO 世界ミニマム級王者の山中龍也、22、イコール申請イコールは8回終了 TKO 勝ちで初防衛に成功した。神戸で4年ぶりに開催された世界戦で2500人を前に完勝。IBF 世界同級王者の京口宏と、24、イコール渡辺イコールとの統一戦も視野に、防衛を重ねていくことを誓った。WBA 世界 L フライ級王座決定戦に臨んだ同級2位の小西麗渉、24、イコール誠。ただしイコールは0の3の判定で敗れ、世界初挑戦での王座獲得はならなかった。続きを読む、今、あなたにおすすめ。